皆さんこんにちは、マイプラチャンネルです。今回もご視聴ありがとうございます。さあ今日はですね、もうここに控えておりますけれども、 iPhone 14 Pro のカメラテスト、これのね動画を見ていただきたいと思います。今回ね iPhone 14 Pro、 13 Pro と比べてやっぱり一番の目玉はね、カメラ性能のアップというところですよね。で、僕はあまりね写真は撮らないんですけれども、やはりね動画制作しておりますので、14 Pro で動画を撮った場合にどれぐらいね13 Pro よりも性能が向上しているのか、ここがね一番気になるところなんですよね。で、今回の動画では日中、昼間ですね、明るい場面での撮影を主にねテストしてきました。で、夜の撮影ですね、暗所撮影のテストもやっているんですけれども、それはね次回の動画でお送りしたいと思いますので、そちらもね楽しみにしていただけたらと思います。で、さっきも言ったように今回はですね、昼間の動画の比較ですね、これをメインでやっております。新しく追加されたアクションモードとか、あるいは 4K でのシネマティックモード、これもねテストはしているんですけれども、それ以外で言うと一つはですね、手ブレ補正ですね。メインカメラの手ブレ補正が第2世代になりました。どれぐらい性能が向上しているのか。そしてあとはですね、 iPhone ってバージョンアップするごとにですね、少しずつ少しずつ色味といいますか、チューニングといいますか、撮れた映像がねちょっとずつ変わっていってるんですよね。で、13 Pro と14 Pro どんな風に色味が変わったのか、そのあたりもね見ていただけたらと思います。まあ主な比較ポイントはその2つなんですけれども、まあ、常々僕は iPhone は最強の Vlog カムだと言っておりますので、今回の動画でも、まあ、Vlog で撮るようなシーンをメインで撮ってきております。もしね今 iPhone 13 Pro をメインのカメラとして動画制作 Vlog を撮っている方で、14 Pro に乗り換えようかな、どうしようかなと迷っている方の参考になればと思います。それではね始めていきましょう。はい、それではね実際に撮ってきた映像を見ていただくんですけれども、その前にね撮影状況とか撮影条件の説明を先にしておきます。で、まずねもうご覧の通りですね、撮影はこんな風にしてやってきました。できるだけですね14 Pro と13 Pro のレンズの位置を近づけて、ほぼ同じ画角で撮れるようにしました。また、基本的にね 4K30fps で撮影しております。ただしデバイスの使用上ね、それができないものがありますよね。例えば13 Pro だとシネマティックモードは 1080p、 それから14 Pro だとアクションモードは 2.8K までですよね。ということで使用上どうしてもね仕方ない部分はその設定で撮っておりますけれども、それ以外は全て 4K30 フレームで撮っております。また HDR で撮影したものは SDR に変換しております。また色味についてはね全くいじっておりません。今回比較動画ですので全て取って出しでお見せしております。はい、それではねまず車載動画から見ていただきたいんですけれども、映像を見ていただいたらね分かるように、ダッシュボードの上にこういうふうにね iPhone 2台固定して撮影しました。はい、でまずね広角レンズですね、メインカメラで撮影しております。で、このね2つ映像を並べてみたところ、あまりね差がないように感じますよね。差を出すためにわざと路面がねちょっとガタガタしたところを走っている映像をお見せしているんですが、この映像ではねよくわからないですよね。ということで次に2つね拡大して並べた映像をお見せいたします。はい、するとですねわかりますかね、ガタガタっと揺れた時にですね、13 Pro の方は割とビリビリっていう感じで揺れるんですけれども、14 Pro の方はボヨンボヨンっていう感じで揺れております。ということで、まあ、よく見ると第2世代の手ブレ補正、あ、結構性能向上してるんだなっていうのがわかるんですが、まあ、これもですね小さな画面 iPhone とかで見る限りはそれほど差異はないなというような状況です。ただし、まあ、確かに性能は上がってるっていうのがわかります。はい、でちなみにね、まあ、あまりやらないと思うんですけれども、車載で超広角でも撮ってみました。超広角はねやっぱり手ブレ補正とか関係なく画角の影響ですかね、あまり揺れないですよね。まあ、カメラがね揺れているのはこのダッシュボードが揺れているところでわかると思うんですけれども、画像の方にはねその揺れはほとんど関係なく撮れていますよね。はい、続いてですね、まあ、これもやらないと思うんですけれども、3倍望遠で車載動画を撮っております。で、望遠の場合は手ブレ補正はですねあまり効かないので、振動がねもろに画像に出るなというのが分かります。これはまあ実際にはやる方あまりおいでないと思いますので、まあ、参考までにというところですね。はい、次にですね、こういうふうに持って歩き撮りですね、手ブレ補正がどれぐらい効いてるのかの実験です。で、ここではですね色味の違いの方もね見ていただけたらと思います。
はい、でまあ歩くんですけれども、この歩いたね上下動はどちらともね出てますよね。まあ、ただね本当に13 Pro、14 Pro とも手ブレ補正すごくよく効いていて、まあこれぐらいの揺れであればジンバル必要ないなという感じですよね。横向きに取りながらここで歩いていてターンするんですけれども、でねこの時のね空の色を見ていただきたいんですが、まあ場面によって違うんですけれども、だいたい iPhone14 Pro の方が青空は綺麗かなと、ちょっとビビッドかなというような気がします。まあ緑とかはねあまり違いを感じないんですけれども、今回ね撮影していて空の色が14 Pro の方がいいなというふうには感じました。黄色の発色もねそれほど変わらないですよね。はい、続いてですね自撮りをやってみました。自撮りはですねインカメラが14 Pro、13 Pro に比べて明るくなっているということなんですが、まあこれだけね日中光量があればそれほど変わらないですよね。13 Pro も非常に綺麗に撮れております。で手ブレ補正もね2つともよく効いてますよね。まあ十分ね歩きながら自撮りできる。まあ風切り音ですね、気になるのはね、iPhone で自撮りしながら喋りながら歩く場合にやっぱり風切り音が今後ね課題になってくると思います。はい、続いてですねこれシネマティックモードなんですけれども、13 Pro は 1080p、 14 Pro は 4K30 フレームで撮っております。どうでしょうか。まああまりですねボケみ、それから輪郭ですね、差はないように感じます。続いてシネマティックモードでちょっと歩き撮りをしてみるんですけれども、こういった場合ですね枝から枝へだんだんとフォーカスが合っていくということになると思うんですけれども、はい、で一旦止まって向こうの赤い葉っぱとこちら手前の緑の葉っぱでフォーカス送りをちょっと繰り返してみるんですが、まあ、13 Pro もね非常に綺麗に撮れてますよね。はい、またねシネマティックモードも手ブレ補正非常に効いてますので、まあ、データ容量のことをね気にしないのであればもうずっとシネマティックモードで撮ってもいいかなと思うぐらい綺麗な映像になっていますよね。で HDR がね関係しているのかもしれませんが、やっぱりねシネマティックモードで撮った方が若干色味がね綺麗ですよね。ビビッドになっていると思います。はい、で2つ並べた映像ではちょっと分かりにくいので、こういうふうにね拡大して並べてみました。葉っぱの向こう側輪郭のボケ具合ですねちょっと確認していただけたらと思います。で 1080p と 4K ですのでね、まあ、画質の違いは置いておいていただきたいんですけれども、ボケみですね、両者とも非常にね綺麗にボケみ出ていると思います。はい、続いてねアクションモードテストしてみました。でこれをね手に持って走るわけなんですけれども、やっぱりこれねすごいですよ。右上がアクションモードの14 Pro の映像です。で左側に13 Pro の映像を置いてありますので、それをねちょっと見比べていただけたらと思います。はい、で今ね走っていますけれども、こんな感じでですね、まあ、わざと手を大きく揺らして走ってるんですが、14 Pro ね本当に揺れないですよね。はい、でこの上がってきたところでもう力尽きるんですけれども、本当にアクションモードすごいです。はい、続いてね望遠の実験です。で望遠レンズに関しては13 Pro も14 Pro も変わってないと思いますので、同じようなね映像になると思うんですけれども、まあ、ご覧ください。はい、で今ね、標準広角ですね、メインカメラで両方とも撮っておりますが、ここからですねまず3倍ズームにします。で映像中央にねあるのが高松空港の滑走路なんですけれども、はい、特にね差異は感じられないですよね。でここからですね動画の場合デジタルズーム9倍になるんですが、9倍ズームで差があるかどうか、これのね確認をしたいと思います。はい、で寄ってみましたけれども、まあ特に差はないかなという感じですね。はい、ただねこれをさらに編集上でね 2.5 倍に拡大した映像をご覧いただきたいんですけれども、それがこちらです。はい、まああまりね変わってないですよね。
色味が若干違うだけで、白線のね、そのラインのギザギザ感とかいうのは、まあ、13 Pro も14 Pro もそれほど変わらないなと、ほぼ同じだなという印象を受けました。はい、でここでですね、ちょっと写真も少しだけ試してみました。今回ね、14 Pro メインカメラが48メガピクセルということになりましたので、まあ、同じ画角同じ写真を撮ってどれほど違うのか、精細さが違うのか、細かいところをね、拡大したらどれぐらい違うのかっていうところをね、ちょっと実験的に見ていただきたいと思います。はい、この写真なんですけれども、まずね、端っこの方ですね、左端の方の葉っぱですね、左のね13 Pro の方は、まあ、若干つぶれ気味かなと思うんですけれども、右のね14 Pro の方はさすがですね、細かいところまでよく残っています。で特にね、その枯れた枝があるじゃないですか、このねラインはっきりとね、くっきりと映っていますよね。はい、それからこれね、空港滑走路を拡大したところなんですけれども、これがですね17倍に拡大しているんですが、もう一目瞭然ですよね。滑走路の白い線が14 Pro の方は全く潰れていません。若干ねギザギザ感は出ているんですけれども、13 Pro はねもう本当にぼやっとした感じで潰れてますよね。これは圧倒的に綺麗ですね。はい、ただね、ちなみにですね、そのデータ容量なんですが、ご覧の通りですね、 iPhone 13 Pro の方は 4.5MB、 対する14 Pro の方、ローで撮影しておりますけれども 83MB ということで、恐ろしいデータ量になっております。まあ、あまりですね、これでバシャバシャ撮るっていうのは iPhone 自体のストレージがどれぐらいあるかにもよるんですけれども、ちょっと怖いですね。まあ、僕はあまり使わないと思うんですけれども、ローでね撮影しておいて、後で編集でねどんどん追い込みたいという方にはね、これ魅力的なんじゃないかなと思います。はい、であと最後にですね、車載でインカメですね、まあ、こういうシーンもよくあると思うんですけれども、車で移動中ね喋りながら走って撮っているというシーンがあるじゃないですか。でそれを想定してね撮ってみたんですけれども、この映像に関してはね、マイクの性能も比較してみていただけたらと思います。はい、今車載で iPhone のインカメを使ってですね、画面側のカメラを使って自撮りをしております。車載で自撮りをしております。手ぶれの方いかがでしょうか。今ね、路面がちょっとね荒れた路面ですので、小さい振動がガタガタと来てると思うんですけれども、手ぶれ補正の方いかがでしょうか。でインカメで撮っておりまして、音声の方もねちょっと参考にしていただけたらと思います。外付けマイクと一切つけていなくて、 iPhone のマイクのみで今収録しております。走行音がねかなり入ると思いますけれども、どうでしょう。 iPhone とのね距離は僕の腕がちょうど届くかどうかという距離ですね。で今ちょっと道が狭いところを走っていますので、スピードが出ていないので、それほど騒音というか雑音、環境音は大きくはなっていないんですけれども、それでもね走行音入っていると思います。またエアコンのね送風の音も入っていると思うんですが、僕の声の方ねはっきりと聞こえておりますでしょうか、どうでしょうか。はい、ということで見ていただきましたけれども、車載でインカメで撮影、まあ、ほとんど差がないなという感じですよね。若干色味が違うなというのはあるんですけれども、マイク性能にしてもですね13 Pro 非常にいいですね。エンジン音とか走行音がある中でもはっきりとね音声を拾ってくれておりますので、日中の光量があって明るい時にはね、この車載でも13 Pro のインカメよくね検討していると思います。差はほとんど感じられませんでした。はい、ということでね、今回昼間の撮影ですね、カメラテストを行ったんですが、まとめていきたいと思いますけれども、まずね、ポイントの一つ目、手ブレ補正に関してですけれども、まあ、13 Pro がもともと手ブレ補正非常に優秀だったので、第2世代の手ブレ補正になっているといってもですね、それほど差は感じませんでしたね。まあ、少し改善されているなっていうのは分かるんですけれども、13 Pro でも十分ね実際の使用に耐えうる機能を持っていましたので、まあ、もうすでに十分なものがさらに良くなったよっていうような感じだと思います。はい、あと色味に関してですけれども、これはですね見ていただいた方はどのように感じたでしょうか。で僕は青系統の色ですね、青空に関しては14 Pro
結構ねビビッドに発色してるなっていうふうに思いました。緑色それから赤色に関してはまああまり差はないかなっていうような気がしたんですけれども、毎回のことなんですが iPhone がね新しくなるたんびにちょっとずつちょっとずつやっぱりねチューニングといいますか色味のアレンジですね、この辺は変えてきてるなっていうのは分かります。まあ、ただねこれはね本当に好みの問題ですので、まあ、どちらがいいというのは言えないと思います。で全体的にこの昼間の実験においてはですね、まあ、光量が十分ですので13 Pro に対して14 Pro はっきりとした優位さ、これはね正直感じませんでした。残念ながら感じなかったですね。でこういうことをお伝えすると13 Pro を今持っていて14 Pro を乗り換えようかなって思ってる方、じゃあやめとこうかなと思われるかもしれませんが、まあ、それ以外の新しく追加された機能ですね、シネマティックモードの 4K 撮影、それとアクションモードですね、ここが動画撮影機としての14 Pro の最大の魅力なんじゃないかなと思います。で例えばシネマティックモードは13 Pro をねここまで1年間使ってきて面白いなとは思っているんですけれども、何かねキャンプ動画とか撮影中に僕は 4K で撮ってるんですけれども、あここぼかしたいな、背景ぼかしたいなっていうシーンあるじゃないですか。でもシネマティックモードを使ったらここだけ 1080p になるなっていうのがあって今まではなかなか使わなかったんですけれども、今後はですね 4K で撮影できますのですぐに切り替えて撮れますよね。あるいはもう本当にシネマティックモードでずっと撮ってもいいぐらいな完成度ですので、ここは大きなアドバンテージになると思います。でまたアクションモードですね、超広角レンズで撮影してそれをもうかなりクロップしてですね 2.8K の動画で撮るわけなんですけれども、この手ブレ補正、強力な手ブレ補正は本当に魅力だと思います。で例えば iPhone で通常撮影していて、あこれ走らないといけないとか手ブレ補正強力に効かせないと撮れないシーン、そういうシーンになったら iPhone をやめてアクションカムですね、僕の場合だとオズモアクションとかあるいはジンバル付きのオズモポケットで切り替えてですねこっちで撮影するっていうことをやっていたんですが、アクションモードがあればもうそのまま iPhone で切り替えて撮影できるわけじゃないですか。これも大きなアドバンテージだと思います。ですので動画撮影機として iPhone 14 Pro 見た場合にアドバンテージ2つあるんですよ。でここに魅力を感じる方はたとえ今13 Pro を持っていても買い替えてもいいと思います。まあ高いですけどね。はい、あとね一つ付け加えさせてください。この動画の撮影テスト撮影の時に一つね気がついた点があります。でそれはねカメラ性能とは関係ないんですけれども、14 Pro の画面の輝度が上がってるじゃないですか、最大2002と、これめちゃくちゃいいですよ。ちょっと見ていただきたいんですが、並べてね両方とも輝度最大にして、でどれぐらいね画面の明るさ差があるかっていうのを撮影したところなんですけれども、まあ、ちょっとこの動画では分かりにくいかもしれませんが、実際に僕はその現場で撮ってる時に本当に見やすいです。見ていただいたらね分かるように本当に太陽カンカン照りの日だったんですよね。それでも日中ね直射日光が当たっているにもかかわらず画面がちゃんと見れるんですよ。これはカメラ性能とは関係ないですけれども、動画撮影者にとっては本当にありがたいことなんで、こういったねカメラ性能以外の点でもねおすすめできる動画撮影機として非常に優秀だということもねお伝えしておきたいと思います。はい、いかがだったでしょうか。今回はですね iPhone カメラテスト第1弾ですね、昼間の動画撮影13 Pro との比較をやってみました。でまだねもっとこんな比較もしてほしい、あんな比較もしてほしいっていうところがあると思うんですけれども、まあ大体ね Vlog を撮影するような方がよくね撮影するシーンを中心にですね比較してみたんですけれども、まあ先ほどもお伝えしたように13 Pro と比較して通常の撮影する場合にはね、まあ、それほどズバ抜けて良くなった高性能になったというところはないんですけれども、14 Pro の魅力はやっぱりねシネマティックモードが 4K で撮れるところとアクションモードだと思います。アップルのね発表会でもありましたけれども、もう本当にジンバルいらないですよ、もっと言うとアクションカムいらない、そういう段階にね来ているなと思います。でこれ本当にすごいことですよね。 iPhone1 台で、まあ、カメラ3つあるじゃないですか、レンズ3つプラス接写もできますよね。でなおかつ今回はアクションカム機能がついたということで、アクションカメラがいらなくなった、レンズ取り替え式カメラとアクションカムが一体になっていて、しかもねものすごく大きなモニターがついているカメラ、これちょっとね化け物ですよね。これまでね僕は Vlog カム iPhone が最強だと言ってきたんですけれども、さらに最強になった動画撮影機だと実感する実験となりました。で今回の実験はここまでなんですけれども、
次の動画で夜間撮影ですね、暗所撮影の実験動画上げますので、そちらの方もねぜひ楽しみにしていただけたらと思います。この動画が参考になった、面白かったという方は高評価、チャンネル登録、そしてベルのマークをポチッとしていただけると嬉しいです。それではまた次回の動画でお会いしましょう。